チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。1分でわかる生薬解説、本日はウイキョウになります。セリ科の多年草ウイキョウの果実を用います。肉料理や魚料理で使われる香辛料のフェンネルとして有名です。腐った魚や肉の香りを回復させることからウイキョウと呼ばれるのが語源です。漢方の働きとしては、消化不良に用いる牽引作用、腹部や下腹部の痛みに用いる止痛作用があります。代表的な処方に、胸焼けや食欲不振に用いる安中散、各種腹痛の神に用いることがあります。ぜひ覚えてください。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。相談は無料で、説明に納得していただいてから漢方薬を購入していただく形をとっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。それではまた。